こんにちは、りんごです、今日はですね、ガストロバルに行きたいと思います。ガストロバルっていうのはバルセロナでね、今すごく流行っているミシュラン掲載レストランみたいな感じのすごくクオリティの高い食事をバルのようなカジュアルな雰囲気で食べれるっていうようなお店です。まあ、結構ね、お値段とかも高いので、そんなに私たち気楽に行けるようなところじゃないんですけど、グルメ情報を発信しているインスタグラマーの友人がガストロバーにすごく詳しいので、今日は連れて行ってもらおうと思います。ここの辺りはバルセロナのね、来たことある方ならわかると思うんですけど、カタルーニャ広場っていう本当にど真ん中の中心広場からちょっと来たところにある大学広場っていうところから、新市街地に向かって歩いています。敵地のお店はこの大学広場から1本目の角なので、すごく中心地からも近くて行きやすいですね。というわけで今日は私と一緒にガストロバルの美味しい食事にお付き合いください。それでは行きましょう。インスタグラマーでバルセロナのグルメ情報を発信してくれている、アッコリンに来てもらいました。こんにちは、アッコリンです。はじめまして、アキコです。最近声優やってるの？あ、そこそこ。あ、そうなんだ、うん、声優じゃないの、音声ガイド。はいはいはい、ミュージアムとかってことですか？そうそうそう。普段は OL をしてるんだよね。そうなんですよ。今自宅で？そう、ずっとテレワークが。Flor de remolacha con crema de anguila ahumada dentro y por encima caviar. すごいもったいないな、綺麗すぎて。で、うん、パスタワントンフリタ、con espuma de calabaza、トマト、emulsión de maíz y maíz crujiente、mayonesa de atún。ハラペーニョの辛みもあるんだけど、なんか柔らかくてさ、なんか優しい味。うん、なんか楽しいよね。しい、何が出てくるのか。ハラペーニョ見てもさ、何がなんだかわかんないし。まあ、それも作戦なのかな。なんかこう来た時に驚かせるみたいな、うん、そうだね、プレゼンテーションも含めて。bizcocho seco de chile chipotle con tartar de guayu y mayonesa de ponzo. ¿Esponja? ¿Qué es este pastel? Es un pastel seco de chipotle. ¿Chipotle? Sí, chipotle, como el jalapeño, como el ponzo. Es un tipo de picante. Pica, piri piri piri. Te suele que todo. Piri cara no, snack とか食べてる感じ。これ値段全然違うから、スナックが何個も食べれるからこれね。なんかそういうソフトな辛さ。Boquerones llevan una base crujiente de perejil con yema de huevo al carbón. Marinamos el boquerón con vinagre de jerez. なんか葉っぱがあるよ、葉っぱ。ふにゃふにゃだと思ってた。美味しいこれ。美味しい。何これ。なんか緑茶みたいな味しない？お茶。これがあるから楽しいね、食感が。これやっぱりなんか飲みながら食べたい感じだよね。そうそうそう、こうがっつりご飯食べに来る感じがないから。うんうんうん、
Pots per tu, garnatxa tinta del Montsant, 2018.私が好きかどうかしか。あ、いいにおい。美味しい。なんかね、あ、美味しい。でしょ。なんかガルナとか重めらしいんだけど、これはなんかちょっと軽くて、夏の暑い日とか、昼間ランチとかでも飲みやすい。軽いんだけど、なんかどんどん飲んじゃう血よりなんか味わいたい。La mejor parte de atún la pitamos con salsa teriyaki y le agregamos una nuestra de piñones y la ahumamos con madera de haya. ¿Sí? Un provecho. Gracias. この人もみんな皆さんコスト系っていうか、すごい当てんしような、がいいね。あの、いちいち一気するよね。髪の毛こういう感じでして、おいしい。やば、あ、幸せ。この店来ると幸せな気持ちになる。あー、わかる。私公園店大好きなんだ。聞くけど何が出てるか全然わからない。じゃあとりあえずこれとか言って頼んで出てきちゃう。そこでサプライズ。すごい食べたらやっぱりすごい高くつくと思うけど、美味しいもの飲んで、なんか楽しい食べ物を食べて、だからその時間だよ。そう、時間と空間と。 マルシェの方は恋店が多いと思う。マドリッドはさんが代わりにすごい老舗のお店とか昔からのいいお店がいっぱいあると思うんだよね。こういうのが増えてきてちょっと残念ってマドリッドの方が言ってたけど、ちょっとそういうのが古いのがなくなってくるから、古いのが新しくなると食べるのすごい美味しいの知ってるんだけどさ。 ¿En inglés? No, no, castellano. Revino de cochinillo con salsita cantonesa y para acompañar unos encurtidos con lechuga viva para refrescar la boca. あと年齢的にもそんないっぱい食べなくていいから、なんかすごい楽しみたいみたいなのがあるよね。私15年前に最初に来た時に、学生だったしさ、楽しみたくて、もう本当に毎日のようにパタドシブラバスとなんかカラヒーヨとロッケ、ピメントしてパドロンエサラダディアルサとかね、よくあるやつ。すごい食べるよ。 トロトロ。 なんかさ、こういうガストロバーみたいなとこさ、やわらかいもの多くない？エルバチンとかも食べるとこ多いの。ヘラアドリアさんがやっぱふわふわ、ミストとかケムルとか。泡とかね。そうそう。インスパイアされて。だから、毎日が、昔はさ、やっぱすごい人なんですよね、そういうの食べられないイベントが。でもね、グレスカは今グレスカのレストランとも隣にグレスカバーっていうガストロバーがあるんだけど、なんかあった時にグレスカのレストランの方行ってて、すごい大のお気に入りでグレスカが売ってたんだ。
だけど、結局最後の最後が食べきれないんで、最後が苦しいってなっちゃって、ちょっと出てくるから、多分お腹がいっぱいになるのかな。その点なんか嬉しかったガールの方は、同じなお皿メニュー、あのプラットを出してくれるんだけど、自分の好きなものを選べるから、はい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 、すごい良くて、その方がこう最後まで楽しめる。なんかワインだけ残されてお店を出なきゃいけなくなってしまいました。じゃあ次の店に行きましょう。デザート食べに。チー。あ、バレ、グラセス。Yes, this one. Vale. Oh, cuánta gente. Arigato. Wow. Wow.なんか違う店に来ましたよ。ここは姉妹店です。移動得だね。洋服買いに行って。あ、カルダナ、カルダナ、あれ、ガシャー。どういう、何のコンセプトの違いがあるの？なんだろうね。ほんと一緒なんだけど、なんか若干カジュアルに感じるかな、私。ここはキッチンがすごい丸見えだ。エレガントな雰囲気はさっきの方、うんうん、こっちの方が割ともっと明るい感じ。Ah, que se puede pedir el corte por tierra. También, a ver si era allí.